今日はチンパンジーのお話だよ。やあ、僕はチンパンジー。アフリカに住んでいるよ。僕は何でも食べる。果物や葉っぱ、肉、花などね。僕はとっても頭がいい。大昔に同じ先祖から分かれて、一つは人間に、もう一つは僕らチンパンジーになったんだって。僕らはアリ塚に棒を突っ込んでアリを食べたり、石で木の実を割ったりもするんだ。僕らチンパンジーの顔は子供の頃はピンクだけど、大人になると黒くなるんだ。チンパンジーって子供の頃はおとなしいけど、大人になると凶暴になるんだよ。今日も見てくれてありがとう。またねー。